ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいワル先生の今週の一発予想。こんばんは。こんばんは先生、久しぶりですね。久しぶりです。1ヶ月ぶりです ね。ちょっと僕いなくて先生いなくてみたいな週が続いてたから、途中ね夏休み入りましてね、はい、先週アンジーとね、はい、楽しくやらせていただいて特集でね、一応ねドルは当たりましたからね、はい、ねアンジーねバッチリでしたね、うん、あの今週もちょっと張り切ってね、はい、行きたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと動きますね相場がね今、うんうん、もう頭悩ましてますよ、うん、もうサプライズばっかりでね、うん、いう状態でね、あの先週も金曜日雇用統計でしたけどね、はい、あの相当動きましたね。雇用統計もサプライズでした。あサプライズ発表自体はそうでもなかったんですけどね、うん、ちょっとこれ見てもらっていいですか、はい、789とね、あの一番下が今回なんですよ8月分ね、うん、まあ、18万人でという状況だったんで、うん、まあ多いか少ないかって言ってね、あの15万1000人かな、うん、29000人、サプライズ的にはねその予想を少し下回ったぐらいなんで、うん、あのそうでもないかなと。でむしろ失業率も平均時給もご覧のように悪化したんですよね、うん、だから直後にボーンと一回急落したんですよ、はい、で急落しても悲劇になってすぐに切り返して、うん、で直近の高値近くまでね、うん、大きく上がったというね、うん、こういう状態なんですよね、うん、だからもう、もう何ヶ月も前からねあの言ってるような雇用統計っていうのは、うん、まあ確かに重要重要なんですよ、うん、あの今回その9月のね、はい、利上げの可能性残るかとか、うん、年内確定かとかね、はい、いう状況あったんだけども、この発表だったら通常ね、うん、年内も不安視される状況だったんですけど、うん、逆に相場上がったんですよね、うん、なんででしょうね。なんでかったらもう、前回値も前々回値も、うん、すごい良かったんで、うん、まあ3ヶ月平均で23万2000人かな、うん、もうこれとは十分利上げできるぞみたいな、うん、いう判断でマーケットを捉えて、うん、それで求心したというね。年内の利上げはじゃあいきそうですか。年内も確定でしょ。確定、まあ、はっきりときますよ。で、ただ9月 の、はい、あの可能性がこの間までね、うん、あのフィッシャーさんが、はい、あの副議長がね、うん、あの話して 40% 近く上がったんですけど、うん、ちょっと今回悪かったから、うん、32% まで落っこったというね、うん、状況なんですよね、はい。まあ、ちょっとあのデイトレっていうよりもこの間のね、うん、チャートショット15分足見てください、はい、左上に押し目買い当たりとね書いてますけどね、うん、まあこれはどうでもいいんですが一応当たりなんでね、うんうん、当たってます。でそこはやっぱ大きく言っておかないと、はい、ちょっとねまあこれ乗っかっちゃったものは仕方ないですよね、うん、でこういう統計の結果を見てね、でも案の定一回急落してるでしょ、ヒゲになってね、で 102.79 まで売り込まれて、うん、そこから怒涛の上げなんですよ、うん、104.33 までね、うん、ただまあ残念ながらっていうか今晩アメリカ休みなんですよ、はい、休みなんでこの間上げた分は全戻しみたいな状態で、うん、今 103.30 ぐらいまで、はい、上げた分全部押してるというふうなね、状況ですよね。だからまあ来週再来週にFOMC とね、うん、あと日銀がほぼ時差ありますけど、うん、同日開催なんでね、うん、これでその決定的なね動きになるんじゃないかと、うん、だからもうえらいもう伸ばし伸ばしね、うん、年内なくなるとかね2回やるとか、うん、1回になるとか年内なくなるとかいろんなドラマありますよね、うん、またこの楽しみがね、うん続くで、うん最終回が今月の21日今月の21日は何日に日銀があってね、うん、セミファイナルで22日の朝に、うん、イエレン会見、うん、FOMC ここが最終回、うん、あとドル最終章あと2話みたいなね、うん、状況をちょっとね読んでいきたいですよね、うん、今週の予定ですか。今週いや、ね、今月の今月のね今月の予定20日21日ね、うんうんまあ、ここでちょっともう確定、まあ、確定っていうかね、うんまあ、ちょっと9月の利上げも完璧消えたわけじゃないんでね、うん、また何かやらかしたらとんでもない動きになりますよね、うん、これもちょっと踏まえてね、うんまあ、今週逆に ECB ありますからね、うん、ドラギね、はい、6週間に1回6週間ぶり先生の大好きな対決ですね。大嫌いな、うん、大好きなどっちだろう。まあどっちかというと大嫌いです。どっちかというと大嫌いな。なんかもうなにやしてるから、うん、まあ黒田さんとドラギさん嫌いなんですよ。うん、ね、まあイレンさんも嫌いですけどね。みんな嫌いなんですよ。みんな嫌い。結局みんな嫌いなんですね。だからスティーブンさんは大好きなんですよね、オーストラリアのね、うん、ただあの人がもうすぐ辞めるらしいんですよ、人気満了でね、うん、非常に同志なくすような感じでね、寂しいですね、寂しいですよね、
ただ明日ね、うん、はい、オーストラリア の、うん、金利ありますからね、はい、うん、どうなるんでしょうね。でちょっとね、ドルのね、ドルやってらっしゃる方も重要なんで、はい、今までの流れっていうかね、今後とまとめました、うん、まあジャクソンホールでね、イエレンさんはまあどうなのみたいなね、中途半端な状態で、うん、副議長のフィッシャーさんがいよいよ9月だってあるよみたいなね、うん、可能性十分あるよ、ね、何回もやっちゃうよみたいなことで上がったんですね、うんうん。で雇用統計がまあこの先ほど見ていただいた、18万人ね、うん、まあ、これぐらいだったらもう一気に上がってるんでしょうけどね、うん、15万1000人と、うん、いうことで1回下げて上げたと、うん、でその今言いましたように、日銀がね21日の昼頃、うん、ね、で翌朝の3時、うん、FOMC イエレン会見と、うん、まあ、こういうふうな流れでいきますよね、うん。なかなかね、だからどうなるかね、難しいところですね。うん、このジャクソンホールシンポジウムっていうのはこの非常に重要な会見だそう。年に1回で、去年はイエレンさん出てないんですよ。だから2年ぶりに出てね、でバーナンキさん、親分というか兄貴分というか、見てたんで、下手なこと言えないんで、うん、ね、だから一応まあその可能性あるよみたいな、うん、それちょっと足んないんで、副議長が、うん、ちょっと後押ししたみたいな、うん、状況で一気に100円まで変えたという、うん。この副議長の発言っていうのは良かったんですが悪かったんですか。いや良かった、結果的に。だから結果的にジャクソンホールというのは高波に取られて、うん、ドルが買われたというね、うん、状況になったんですよ、うんうんうん。まあ、ちょっとここ2週間ね、はい、ドルはね、まあ、100円という人もいれば、うん、105円107円という人もいますけどね、うん、まあ、私はどっちかというと後者だとね、うん、思いますけどね、上がってくる感じですね、うん、だから まさか9月利上げになるとね、うん、とんでもないもう107円ぐらいいくんじゃないかなと思ってるんでね、うん、まあ、その可能性も残してるというね、今月ですよ9月って。そうですよ、うん、ね、まあ、可能性もまだ残ってると思います。うん、でちょっと冷やしね、これが、日銀ね、うん、日銀またあの時裏切った7月29日ね、うん、でジャクソンホールで、雇用統計という、うん、今ちょうど私が一番使ってるね、一目均衡表の、うん、上限の雲とありますけどね、うん、これだいたい 104.89 ね、82あたりなんですよね、うんうん、だからこれに一応の抜けてくればね、うん、抜けてくればちょっと上行く可能性あると思うんですよね、うん、ただも105円が相当重たいと思うんでね、うん、一回抜いちゃうと、うん、ちょっと107円ぐらいいくんじゃないかなと見てるんですよね、うん、ただじゃあその105円がのところが結構、うん、105円でこれ直近のね、高値を抜くかどうかね、この間のね、はい、までちょっと届いてくれば面白いかな、はい、だから通常このケースの場合、うん、今日は休みなんですけどね、うん、今日は次陰線入っちゃうとね、もう一回押すんでね、うん、まあどうかすると102円前半ぐらいの可能性もあるかもしれませんけどね、うん、でもまあ悪材料がある程度出尽くしてるんでね、うん、日銀も、FOMC もずっこけるってことをちょっと考えてないんでね、うん、まあだからドル持ってる方は、うん、ね、もうしばしのね、うん、辛抱じゃないかなと思いますよね。うん、辛抱か。ね、うん、もう本当我々が一番辛抱してますよね。もうお客さんとトークして、うん、でしまいにはドルいつ上がるんだって言われても、これ私はちょっと言えるんじゃないからね。ね、まあ、あくまでもこれ岡江商事のね、関西ライフの一応リーダーでありますけどね、うん、何のクソにもならないね、会見やったってどうもならないんでね、せめてこの席で石田さんに、ね、こうやって言うぐらいしかないですけどね、うん、ただまあドル持ってる方はもうちょっともう少しね、しばしこれから楽しみかなと思います、うん、はい、なるほど。じゃあ今週いきましょう、はい、行きましょうか。あ、注目イベント、そうあります、うん、明日がね、その豪中銀ね、うん、まあ、一応据え置きなんですよね、うん、でさっき言いましたスティーブスさんが、まあ、任期を終えて18日より老副総裁が総裁に昇格というね、うん、状況なんですけども、今まで、うん、ね、豪ドルが高い時は、うん、もうわ気分が悪いとか、うん、あもう腹立つとかね、うん、もう牽制発言ばっかりやってきましたけどね、うん、この人ももう一応任期を終えて頑張ったと、はい、ただ一応、まあ、前回の部分ではもうこの辺で金利ね、うん、もうこの辺で落ち着くんじゃないかってことなんで、うん、まあ、据え置き濃厚ですけどね、はい、ただ、まあ、オーストラリア自体がちょっとここ数日ね、先週ぐらいずっと連日陽線なんで、うん、ちょっとした弱い発言とかね、内容が出るとね、うん、下押す可能性あるんでね、うん、むしろその辺はちょっと逆に狙い目じゃないかなと思いますよね、うん、新しい総裁っていうのはどんな人なんですか。どんな人って、まあ、要は変なおっちゃんか。変なおっちゃん。変なおっちゃん。
ね、顔はちょっと見てませんけどね、うんうん、まあ、一応同志だと思いますよね、シムさん好きなんでね、うん、私どっちかというと高派好きなんですよ、高派、うん、ハト派っていうのがもうない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 、なんかオカマみたいな感じでしょ、うん、だから大嫌いなの、うん、まあそういうふうに期待します、うん、はい、うん、であとあの ECB ね、うん、まあイギリスもちょっと大きいですけどね、イギリス、うん、はい、ありますけどね、ECB の政策金利ね、うん、これちょっと何かやってくる可能性非常に高いんですよ、うん、まあ、QE をね今ずっと続けてますけど、はい、まあ、第3弾ということに今言われてるのが、うん、2017年3月かな、来年の、うん、そこで一応終わらすって言ったのが、はい、これをちょっと延長してくるんじゃないかな、うん、あと、まあ、目標額の、197兆円ね、日本でいうとね、うん、それをちょっと増額するんじゃないかな、これダブルでやってくるんじゃないかな、うん、まあ、なんでかって言ったら、これイギリスが1回ね、うん、離脱直後に、ね、1回2回目に金利をボンと下げたでしょ、うん、で ECB としても動かざるを得ないというかね、うん、いう状況になってるんで、うん、QE やってくる可能性ね、うん、さらに追加緩和ね、うん、やってくる可能性が高いんじゃないかなと思うんですよね、うん、ただこれやんないとか、ドラギさんが黙った時に大きく上がる可能性あるんでね、うん、それもちょっと注意しなくちゃいけませんけどね、ドラギさん喋っても黙っても大きく動けますね、うん、だから、まあ、今のところね、その約 50% はその緩和をやるだろうというね、うんうん、はい、でも残り の, 委員というかメンバーはね、うん、まあ、10月もしくは12月、うん、要は年内には追加緩和は必ずやるだろう、うん、まあ、総称すると 100% なんですよ、 やるってことですね、そう、だからまあやらざるを得ないって、うん、まあ、前回も言いましたけどね、うん、だからやってくると大きな下振れね、うん、ユーロ系は暴落するんじゃないかな、それ要はすぐにやるか年内にやるかの違いだけであって、うん、だからやるってことですね、今ねユーロ系を持ってる方は、うん、もし例えば据え置いて何も動かないって言ったら上がるんで、うん、そこでも追撃ですよ、うん、で今持ってない人は、うん、ちょっと指標の発表直後に上振れしたらもう迷わず売ってもらってね、うん、そうすると一応6週間後には、富を得るというかね、うんうん、まあ、12月までかかんないと思うんで、はい、まあ、今回仮にね、うん、見送ったとしてもドラギさんは、うん、強いコメントは出さないと、うん、こう思うんでね、うん、だから据え置いて1回上がってもドラギ会見で下がるかなと、うん、まあ、こういうふうに見てるんでね、うん、大きく下がるかちっちゃく下がるかね、この違いだと思いますよね、うんうん、そっか、今日の予想も楽しみですね、うん、はい、まあ、毎回 ECB の時はね、うん、同じことしか言わないんでね、うん、まあ、今日今見てる方も大体あれだなって思うかもしれませんけどね、うん、それですよ、うん、それです、行動でいきますか、それでいきます、はい、今日の話の流れで、はい、じゃあ行っていただきましょう、そうですね、はい、ちょいワル先生の今週の一発予想はこちらです、はい、また来ました、来ました、はい、バカの一つだこれ、いやいやいや、もうでもこれ2年前、2年半前からもう売り一本で言ってて、うん、これは引くわけいかないですよね、うん、まだこれはユーロの下げ終わってません、うん、まあ、まだまだ下がりますか、うん、ユーロドルに関してはやっぱりパリティというのも一応年内パリティ遅くてもこういうふうに考えてますし、うん、ユーロ円も先週大きく上がってるんでね、うん、ちょっと戻りを待って、うん、ユーロ円もちょっとデイトレだったらね、うん、売りでいけるんじゃないかなと思います、なるほど、あと豪中銀ね、うん、明日ですけどね、うん、その弱い声明なり、うん、まあ、利下げはないと思いますけど、うん、大きく下がれば木曜日に中国とあとオーストラリアのね、うん、要は貿易収支がえらいいいんですよ、うん、中国よくて、はい、あとオーストラリアも前回に比べてかなりマイナスが減ってるんですよ、うん、木曜日の昼前後に連発で来るんでね、うん、だから明日安ければちょっと買っといて、うん、木曜日に利確みたいなね、うん、まあ、こんなイメージなんで、なるほど、まあ、明日高い場合はちょっと見送りになりますけどね、うん、まあ、あくまでも今週はユーロで、また来週胸を張ってね、そうですね、はい、2本立てで今日は予想出していただきました、ね、ありがとうございます、ではいつものようにお知らせこちらです、はい、ちょっと出番きました。出番、先生の出番だ。研究開催、はい、しかも。こうなるとね、明日の動きとか見て、うん、結局20、21、22っていうのは、はい、実はありますけどね、うん、日銀と FOMC ありますよね、うん、これはちょっとやらんといかんかなというね、うんうんうん、いう強い社員たちの要望がありましてね、うん、一応これやろうかなと。うん、思ってるんでね、ぜひ来ていただければ、うん、ドル、もしくはユーロね、うん、クロス円全般の、答えを私はっきりちゃいますので、これ面白そうです ね、ぜひ来てもらえれば、ね、9月17日土曜日の朝10時からです、10時から初心者やってね、私の出番が、13時から、うん、
になりますので、はい、場所は人形町。人形町です、はい、人形町でね、なんかちょっと軽食でも用意したいんでね。あ、いいですね、自腹ですけどね。自腹ですね、はい、それ用意するって言わないと。自腹なんですよ。いつもね、お客さんいらっしゃる時は、はい、江戸川区のパン屋で、うん、はい、山のように買って、はい、人形町で唐揚げ買って、はい、皆さんどうぞって、ね、いう風な感じですよね。あ、まあ、ちょっとね、楽しいですね。それをで、いろいろ話し合いながらね、はい、日銀とか FMC の予想を立てたいと思いますので、いやこれは楽しそうなので、はい、ぜひ皆さんご参加ください、はい、9月17日の土曜日朝10時からです、はい、よろしくお願いします、はい、ということで今週も人気者ちょいわる先生の一発予想のコーナーでした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。